で現在ののオーストリア共和国の前身1457年の成立から1806年の新生ローマ帝国の解体までハプスブルク家、後その後進のハプスブルクロートリンゲン家が統治した。いわゆるハプスブルク帝国の中核を成し、オーストリア帝国の成立以後も、その重要な構成国となった。元来のオーストリア公領に含まれない領域であっても、 オーストリア・ハプスブルク家が支配した地域を合わせて、オーストリアと呼称することが多いため、本校ではその部分も含めて記述する。前身は、オーストリア公国で、さらにバーベンベルク家のオストマルク、東方辺境百両が起源である。神聖ローマ帝国の南東辺境部の一両法では、あるが、オーストリア大公であるハプスブルク家当主は、この時代以降に神聖ローマ皇帝を、 ほぼ世襲化したため、中央ヨーロッパの大国として、帝国内で主導権を有していた。中世後期にはすでに形外化しつつあった、新生ローマ帝国が、金星初期のベストファーレン条約によって、完全に有名無実化すると、ハプスブルク家のオーストリアとして、中東欧方面に領土を拡大、列強国の一つとして君臨し続けた。1804年に、 ナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝を称するとオーストリア大公でもあった神聖ローマ皇帝フランツ2世はオーストリア皇帝フランツ1世を称した。そして1806年には神聖ローマ帝国が正式に解体され、所領はオーストリア帝国として再編された。ハプスブルク家の旗18世紀後半のハプスブルクやオーストリア大公の領土。ありがとうございます。